じゃん、私の感じや声です。正解できるでしょうか、みっちゃんは。正解すごい、イエーイ。アラキアキサウナ後のアイスタイムで、アイスを食べながらちょっとゲームをしていきたいと思います。イエーイ。今回は2つのゲームを用意しました。持ってきたよ。変な感じと、キャットチョコレート。変な感じやってみたい。変な感じやってみましょう。じゃーん、じゃん。この山札が今5なので、こっちだと5のこのスケートっていうお題を漢字で表すっていうことです。うん、ただし漢字1文字で表さなきゃいけない。だよ。ああ、分かった分かった分かった。そういう感じにすればいいんだ。はい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 、はい、これで勝ちました。なんか1文字じゃない気してきたけど、まあいいのかな。これでじゃあ私のお題を表した漢字はこちらです。じゃん。ミルフィーユ。ブー。クレープ。クレープ。分かってほしい。でも本当に近い。バームクーヘン。あーすごい。あ、漢字の意味を合わせてるのかな。私はね。私はこれです。みっちゃん。え？半分の木？え、丸太。違う。木じゃない。ハンモック。そのまま。そのままなの。なるほどね。そういう表し方もあるんだ。だけどハンモックのさ、漢字なんて分かんなかった。はい、はい、じゃあ私の漢字はこれです。わかった。アイロン。正解すごい、アイロンだ。アイロン、嬉しい。1ポイントゲッチュ。1ポイントだね。みっちゃんの感じはこれです。え？紙。わかった。はい。半紙。うん、違います。正解は、ティッシュでした。あ、そっちか。もっとシンプルでよかったんだ。はい、じゃあ次、もう一回やろう。難しい。はい。あ、変な感じになった。はい。おかしい。あ、わかった。タイムカプセル。正解。すごい。
どう？すごい。いいじゃん。タイムカプセル？じゃあ次、みっちゃんの。シートパッチ入れてますか。すごいね。無理っていうのが気になるの。星星星ザザザ。あ、プラネタリウム。はい。イエーイ。すごいじゃん。ザザ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 ザ星星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 星ザザ席で一番下。あ、そうか。面白いこれ。うん、面白い。発想が面白くて。やった、はい、嬉しい。わわ、一番難しい。なんて表現すればいいんだろう。はい。正解できるでしょうか、みっちゃんは。じゃん。わかった。え、わかった。ワイン。正解。はい、どうぞ。これわかるよ、絶対に。じゃん、みっちゃんの書いたのはこれです。なんでよ。めっちゃか、めっちゃ漢字いっぱい。自動回答。ねえ、なに。エスカレーター。やった。もう一回やろ。もう一回やる。うん、よっ。あー、ちょっと待ってね。せーの、ドン。ゆらり、ゆらりって書いてある。書いてある。サーフィン。スケボー。じゃあね。いや、そうだよね。人といたってなってそうなるよね。あ、待って、じゃあこれだったらどうだろう。書き直すっていう。ダンス。いたってなんの。え、これ漢字になってんのかな。これで一文字の漢字でいいの。まあいいか。わかる。みんなわかるのか。わかるかな。じゃあ正解言っていい。どうぞ。ブランコ。あー、ブランコか。難しいけど楽しかった。楽しかったね。これでもみんなやってみてほしい。いいね、これ、うん。次はキャット&チョコレートっていうゲームです。はい。イベントカードとアイテムカードっていうのがあるんですけど、この最悪の状況をどうやって回避するかっていうのを、このアイテムカードを使って考えるっていう。リュウコからどうぞ。いいね。うん、じゃあ私が引きますね。うん、状況カード。じゃん。刑務所から脱獄したい。かわいい絵が。で、この山札の1って書いてある。頭が1だったので、アイテムカードは1枚だけ取ります。えいっ。何かな。いや、全然いけそうなんだけど、どれが一番ベスト方法かを考えてる。あー、全世界中で自分しか作れないワクチンを持ってるっていうことを説明して、うん、脱獄。なんで私がワクチンの話をしてるかというと、じゃん、アイテムカードがワクチンだったので、すごい見えました。グーいただきました。1ポイント。うん。巨大な岩が転がってきた。あ、やばいよ。
で1枚だから1引くね、はい、どうやって回避をするかというと、はい、ハエに止めてもらう。巨大な岩を、うん、巨大な岩が転がってきてハエに止めてもらう。絶対ダメでしょ。はい、じゃあ次次いきます。じゃあ3人で銃を向き合う羽目に。あ、さっきじゃん。撃ったら撃たれる。一緒にやろうよ、同じ。あ、そうだね、同じお題で、うん、じゃあ2枚なんで2枚。3人で銃を向き合う羽目に、撃ったら撃たれる。さてあなたならどうする。じゃあ撃ったら撃たれる。私は銃を無知に変えてみんなで呼吸マスクをして誰が誰だか分からなくする。どういうこと？撃ったらだから叩いたら叩かれるみたいな。死にはしないね。死にはしなくなる。生き延びられるね。そう、それはいいわ。銃だったら死んじゃうもんだって。うん、私はドローンを使って、うん、お札に降参って書いて、みんなの周りを飛んでもらう。お札がついたドローンを飛ばすの。面白い。いいと思います。誰が降参か分かんないじゃん、うん、だからみんななんか降参してくれそう。いいじゃない。いいと思います、それは。じゃあこれ最後ね、うん、じゃん。謎のペットをもらった。飼い方が分からない。アイテムカード2枚です。え、東京タワー、タワーに行って、うん、高いところが苦手かどうかを確かめてから大丈夫だったら猫のように育てる。どう？猫のように育てる。いいじゃん。ということで耳かきをしたいと思います。耳かき？アイスを食べたので歯磨きか。歯磨きをしていきたいと、していきたいと思います。しに行きましょう。はい、今日も一日楽しかったですね。はい、ありがとう。楽しかったね。楽しかった。楽しい。明日も楽しみなこといっぱいなんで早く寝ましょう。早く寝ましょう。ということでおやすみ。おやすみなさい。バイバイ。めっちゃいい感じ。歩き歩き。